陸軍用地を示す氷柱浜遊公園は、神奈川県横須賀市富乳都町に位置する都市公園である。公園のある場所はかつて陸軍の病院があった場所であり、園内には一世園、一世神社と刻まれた石踏みが、敷地の周囲には陸軍用地を示す氷柱が残っている。この場所に陸軍の病院が作られたのは1891年のことで、 1890年に新設された、要塞砲兵連隊の医務室を移転して、病院としたのが始まりである。1942年には、幼地北川の崖下を整地して病棟が増築され、一世園の名称で庭園が、一世神社の名称で、祠が作られた。前述の石踏みはこの時建てられたものである。戦後、病院は1945年に、 厚生省の管轄に移管され、国立横須賀病院となった。園内にあるサッカー場は、市政80周年記念事業の一つとして建設され、1988年5月より、使用されているもので、横須賀市では、唯一のサッカー専用施設である。しかし、クレーコートであり、雨天時に使用ができなくなるとして、横須賀市は、ワラ二丁目に、 人工芝のサッカー場を新設する構想を進めていた。その後、2013年4月には構想通り、沢原二丁目公園が開園している。なお、j に横浜 FC と業務提携を結ぶクラブチームの横須賀シーガルズは一部の試合を浜湯公園で行っている。2010年のアニメ、玉浦人と聖一話で公園入り口が描かれるシーンがある。 指定管理者制度導入済み施設一覧、ABC 明キ属坂道風土記三浦半島17浜遊公園の坂患者の憩いの場に、神奈川新聞1992年8月22日付18面 ABCC ア属坂道風土記三浦半島16浜遊公園の坂、旧陸軍病院の後に、 神奈川新聞1992年8月15日付18面。横須賀市市横須賀市市編纂委員会、横須賀市役所、1957年、1259から1260ページ。浜湯公園などが、オープン、広報横須賀、第460号、横須賀市役所、1988年4月、7ページ。さわらに、 サッカー場整備市民待望か、箱物か市議会で論戦、市長、財源は、国庫補助、平成23年第1回定例会、横須賀市議会本会議会議録、375から376、381から382、一瞬1343から2699。ありがとうございます。